そこには絆があった。そこには友があった。されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ虚無が残った。果たして絆は幻だったか、果たして友は霞だったか。いな、強き少年虚無を払い、友の影をつかむため、幾月幾年を超え成長を歩む。木の葉に戻りし総坊は優しき光に自信が見えた。光は新たな可能性へ、自信は新たなつながりへ。渦巻き鳴門物語がここに始まる。内葉佐助去りしの地、友を連れ戻す力を得るため死3年ぶりに木の葉隠れへと帰郷した。春の桜をはじめ、かつての仲間たちと再会を果たした鳴門のもとに、所属する第七班の隊長畑かかしが現れ、修行の成果を確認するための手合わせを行うと告げる。果たしてナルトとサグラの両者はその瞳に自信を抱き、サバイバル演習場へと向かうのだった。どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。戦闘開始。おっと、かかし相手にその成長を証明したナルトとサクラは、正式に第七班の一員として任務に従事することとなった。新たに幕を開けた木の葉での日々。しかし、おかげである綱手より突如言い渡された風影ガーラ奪還の任務を受け、ナルトたちは荒野へと駆け出した。風影を連れ去ったのは暁と呼ばれる謎の組織。第七班は
彼らのアジトを目指し懸命に走るが、その目的地の直前、サスケの実兄であり暁の一員でもあるウチハイタチが現れ、ナルトたちは足止めされてしまう。強大な力シャリンガンを有するイタチを相手に、ナルトは「まさかここでお前と出会うなんてな、イタチ」「あなたたちにはここで消えてもらいます」「戦闘開始!」激闘の末、イタチを退けたナルトたちは急ぎ目的地へ向かい、ついにガーラを連れ去った元凶デイダラと対峙する。旧敵を前に怒りの込み上げる渦巻きナルト、その怒りに対し動じる様子を見せないデイダラ、ガーラをかけた激突がここに始まった。暁か、てめえらなんぞオイラの芸術でボカンだ。うん、ガーラを返せ。戦闘開始。デイダラを撃破したナルトは風影奪還に成功。砂隠れとの新たな絆を築き、この波。しかし第七班に休息の暇はなく、早急に畑かかしの代役であるヤマト、そして新メンバーのサイを加え、次なる任務地天地教へと向かうのだった。天地教では暁のスパイが出現するとの報があったが、果たして現地に向かった一行を待ち受けていたものとは。
暁を陥れようと画策する音隠れの忍び薬師兜と内葉佐助を惑わす巨悪オロチマルであった。憎むべき存在オロチマルを前にナルトの感情は憎しみに沈む。内なる九尾はついに暴走に至り、赤き方向が空を焦がした。このチャクラ、戦闘開始。驚異的なナルトの力に触れたオロチマルは早々に天地境から立ち去ってゆく。暴走の収まったナルトはヤマトたちと共にオロチマルたちを追走し、ついに彼らのアジトを発見。そしてその内部へと侵入するのだ。日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友内葉佐助の姿であった。佐助と共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐に囚われたサスケにナルトの声は届かず、両者の意志は激…サスケ君、俺の目的、その邪魔をするのだ。ナルト君、力ずくだってばよ。戦闘開始。
サスケ相手に前線する第七班。しかし、その思いは最後までサスケに伝わることはなく、サスケはオロチマルと共にナルトの前から立ち去ってゆく。サスケを連れ戻すにはさらなる力が必要だと感じたナルトは、カカシと共に神術会得の修行を開始する。時同じく綱手のもとに木の葉に接近する二人の暁の情報が入っていた。綱手はいくつかの正体を暁に送り込み殲滅を試みるも、屈強の暁相手に被害は拡大していく。確実に迫り来る暁。しかしその進行に立ちふさがったのは、暁の標的である渦巻きナルト本人だった。お前がキュウキだ。真実で決めてやる。戦闘開始。ナルトの活躍により各図は倒され、再そうしてひとときの休息が過ぎた後、第七班は改めてサスケ捜索の命を綱手より受ける。サスケを求め森を駆けるナルトたち。そんな折、とある一人の暁と遭遇する。その名をトビと名乗った暁の者は挑発を繰り返しナルトたちを苛立たせるが、君らごときが僕に勝てるとでも思ってんの？無理無理。こいつも暁だっていうのか。カシ先輩。ああ、こんな奴に時間をかけるわけにはいかないな。俺の道を邪魔するってんならこじ開けるだけだ。戦闘開始。
意な態度でナルトを翻弄したトビは謎を残したままその場から撤退する。残されたナルトたちはすぐにサスケ捜索を再開するも、結果それは実らず、ラクタ焦りがナルトの中に渦巻いていた。そんな中、追い打ちをかけるようにある一つの秘宝がナルトの耳に入る。それは死ジライヤの戦死報告であった。かつてない動揺がナルトを襲い、止めどなく涙があふれ深く沈み込んだ。しかし死の仇を取る、そのためにナルトは再び立ち上がり、新たなる力戦術を学ぶためガマの一方、この木葉では暁のリーダーであるペインの襲撃を受け、彼らの強大な力を前に里は崩壊してしまう。瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃の地だが、そこに一条の光が降り立った。その光とは戦術を手にした渦巻きナルト本人であった。ジライヤの仇であるペイン、それを前にナルトの叫びは天に響いた。お前がペイン、お前がエロ仙人を、お前の死が平和へと、おとなしく捕まれ。蹴りつけてやる。戦闘開始。師匠の意志は、まさに天地を揺るがす一戦は渦巻きナルトの勝利に終わり、ようやく木の葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉サスケを無視できず、五影が集う階段にてその対策が協議される。ナルトはサスケについて許しを請うため木の葉を立つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今はサスケを手なずけていることを告げる。サスケを操る張本人が目の前にいる。
渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。終わりだ。こっちだね。ナルトの力を存分に確認したマダラは、いずれウチハ・サスケが世界に憎しみをぶつけるという言葉を残し、ナルトの動揺を誘った上で去っていった。今のサスケはもはや昔のサスケではない。サスケに対して自分は何ができるのか、その答えを見つけるためナルトは再び走り出した。第七班としての思い出、つながり、さまざまな思いが繰り返されては消えていく。サスケに向け地をかけ森を飛び、そして渦巻きナルトはウチハ・サスケとの再会を果たした。光を歩む者と闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるため、ナルトはサスケと拳を合わせる決意を固めていた。果たしてナルトの出す答えとは。てめえも木ノ葉もこの俺が潰してやる。もう少しで答えがわかる気がする。戦闘開始。せーの。
激闘に幕が降りてもなおナルトとサスケは対峙を続けた。睨み合う両者だが、サスケを連れ戻すためマダラがその場に現れたことにより事態は収束へと向かい始めた。もはやサスケは闇に立つもの。それでもなおナルトの目的は変わることはなかった。拳を交え互いの意志を深く知ったナルトは共にサスケと歩むことを望み、サスケのために戦うことを決意する。答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けてナルトは再び歩き始めようとしていた。親も兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。他人は黙ってろ。サスケ、俺はせいぜい俺の足引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足でまといになられちゃこっちが困るからな。なんで俺なんか知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間、今から俺と戦え。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ。お前は、お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、サスケ君を連れ戻して。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それがこの破流だ。で、そこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケ君とどっちが強いかしら。自分の望み手にサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だよ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ナルト、この忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。
一条の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ、望む未来がために、そこには絆があった、そこには友があった。